さあ、さあ、先週もお知らせした通り、うん、今週は、ただいま絶賛、全国ツアー中の私、はい、高橋優が、ライブで山口県にいるため、番組予算と相談した結果、申し訳ないけど、録音でお送りしているわけなんですけれども。いやー、これ変な感じですね。ね。また新しい録音の仕方でございます、ね。いや、そうですよ。ね、生放送の直前。直前に収録するっていうよくわからない状態の、うん、皆さん、混乱を避けたいから説明するけど、混乱するかもしれないけど。うんうん、我々今喋ってるのは1月28日。はいはいはい。時間的には先週ですね。ちょうど聞いてる人たちからすると先週。ちょうど1週前です、ね。ちょうど1週前。の本番前です。はいはいはい。本番前、今9時半やねんけどな、これも。夜9時半。うん、これも本番なんですけど、ね。そうそうそう。ね。大倉さん携帯いじりながら話して。違う。いやいや、これ。大丈夫です。そうそう、ね。何日なんだろうなって、次の日、これが2月。時系列を2月4日か。ね、これ2月4日です。今我々が話してる、今は2月4日でございます。そうですね。世間的には、昨日が節分でございました。うん。台本に忠実に行きましょう、今週は。まあそうなの？最近全国的に、恵方巻きが普及しているけども、関西が発祥だそうですよ。だってセブンイレブンフェアみたいなやってるよね。恵方巻きフェアみたいなね。今や全国的に、北海道でも沖縄でもね。うん。恵方巻きって言ってますけども。僕は納豆巻きが好きです。え、納豆巻きでもいいの？納豆巻きでも、いや、納豆巻きあかんやろ？恵方巻きでしょ？恵方巻きがいいんですか？いや、僕、お寿司屋さんで一番好きなメニュー、納豆巻きですよ。いや、お寿司屋さん、そうですか。そう。なんかあります？それは僕もそうですけど。え、そう？お寿司屋さんで一番好きなのは僕も納豆巻きなんです。え、ほんまに？そうですよ。え？言ってなかったっけ？いや、言ってなかった。いや、大好き大好き。あ、そうなの？気合うとこあるね、たまには。ねえ。嬉しい嬉しい。なんだけども、いや、大倉さん。え？節分ですから。うん、でも回らないお寿司屋さんに行ったら、ないでしょ？あるとことないとこあるんやけど、なんか言ったあかん空気みたいにならない？お寿司屋さん。納豆巻きないんですかって。そうそうそう、なんか最後らへんに。なんか、最後はなんか、なんなんやろ、穴球とか、かんぴょうとか、なんかそういうかんぴょう、わさび多めで、なんか締めろよみたいな空気流れてるでしょ。それが一応、あれだよと、まっとうな食べ方なんだぞ、みたいな。そうそうそう。寿司屋のマナーみたいな。そこで納豆巻きって言うみたいな。なんかなんか幼稚な発言のような、なんですか。そう。なんかさ、別に俺サラダ巻きみたいなこと言ってるわけでもないのにさ、納豆ぐらいね。確かにね。いいのになって思う。なんでないんですかね。なんだったらサラダ巻きでもいいじゃねえかっていう思いもあるよね。あるある。うん。サラダ巻きってうまいからね。うまいよね。うん。恵方巻きは食べないんですか、大倉さんは。食べない。関西が一応こう、発祥ということでね。いや、大きいんだもん。食べきれない。食べきれないんだもん、あれ。どっち向くんだっけ？なんかね、方角向いて食べるんだよね。窓向いて。うん。北北と北北西、北北西を。いや、それ窓向いてたらいいと思うよ、俺。北北西壁やったら寂しくない？みんなで。まあ確かに。家族でさ。南向きの部屋だとしてもいいの？そう。窓見てじゃん。北北西でっつってみんな壁と扉見ながらさ、食べるのおかしくない？やってる人いんのかね、逆に。いや、おんのかな？あそこまで、まあね、なんかキャンペーン強いけども。強いけど。豆まきはやりますか、大倉さんは。やらないよ。掃除大変じゃん。豆はさ、ご家族ではやられてた、ご実家に住まれてた頃とか。やってた時あったちっちゃい頃ね。うん。ちゃんとあれですか、お父さんがお面をつけて、こう、わーって逃げるみたいな、なんかよくある。サザエさんとかでよくあるじゃん。うん。って言って逃げるじゃん。そうやってましたっけ？やってましたっけ？やってるよね、マスオさんあたり、お面つけて逃げたりしなかったっけ？豆当てられて、どんなこと言ってるんですか？いやいや、豆当てられんの分かってるのに、誰がやってたっけな。いや、誰かやってたはずやけど。大倉さんはそこでやっぱ投げる側じゃないですか、もう。投げる側。幼少の頃にやられてるとすれば。うん。だって長男やしね。うんうんうん。ちゃんと。まず一番に投げる権利あるよね。福は内ってね。鬼は外だっつって。絶対にこう、次男に投げさせないよね。そういうのあるんですか、なんか。いや、それはあるでしょ。投げ剣争いみたいな。いや、優先順位みたいな。うん。いや、まあ、兄弟間の中だけですけど。記憶はあるんですか、やられてる記憶っていうのは。いや、なんかね、豆を撒いたよりも、片付けてた時の辛さの方が。地味だな、これ。ちゃんとその思いのまま大人になられてね。そうそうそう。片付けるのがめんどくさいからやらない。ね、よくわからんやんか、そのさ、まあ、風習ですよね、あれ多分。家の中にある、なんか悪い気をみたいな。なんか途切れになるの、これ。だからさ、ヘッドホンが悪いんだけど、なんかそれで、投げたものをさ、回収するって意味がわからなくない？
まあね。そう。まあそう。投げることをメインにするんだけどもね。うん、なんかその、どこをピークにするかっていうのって俺いろいろあると思うよ。誕生日だってさ、うん、ろうそくに火をろうそくに火をつけてふーってやるまでがピークなんだけど、うん、そっとそのろうそくを抜く作業とかさ、その後もう一回持ち替え、まあ、なんていうの、台所の方に持ってって、切る作業とかがあるわけじゃないですか。で、食べるでしょ。そう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 。どこなんだっていうね。そう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 。うん、だから誰かしらがその、やっぱ後始末みたいなものがあるんだなとは思うんだけど、ね。いや、だからさ、うん、もう絨毯の上にさ、缶コーヒーをさ、うん、うわー言ってばらまいてさ、うんうん、一生懸命掃除してるみたいな、なんかもうよくわかんない、ね、行事じゃない？そうだね。うん、まあ、だから飲み会で言うと二日酔いみたいなもんじゃないですか。そうそうそう。広いっていうのは、うん、回収、自分がね、撒いた種をさ、いや、そうなんだよね。だからまあそれはよくわからないけど、何なんだろう、家族の思い出としてやっていただく分には僕はもう何も思いません。ああ、まあね、はい、やられてた人いるんじゃないですか、昨日がちょうど節分なんでね。そうね、だから恵方巻きって何が入ってんでしたっけ、うん、あれなんだ、卵？サラダ巻きじゃないよね。サラダ巻きじゃないよね。なんかいろんなの入ってる、キュウリ入ってる。結構渋くない恵方巻きの中身って。うん。で、すごく大きくて。エビとか。エビ入ってんの？え、ちょっと待ってよ。茹でたエビ入ってる。ね、うん、これはかっぱ寿司の恵方巻きね。山椒までに。いくら、ズワイホグシミ、ズワイガニ。で、エビ、キュウリ、卵。なんか豪華だね。これめっちゃ豪華。ズワイガニ入ってるんだ。680、あ、違うわ。厚焼き卵、サラダ、かんぴょう、キュウリ、エビ、おぼろ、ズワイホグシミ、うなぎ、いくら。こんなん入ってんの？そ、豪華すぎない？それ誰の家でも作れるもんじゃないよね、ちょっと。いや、だから、家で作るもんなの？あれ買ってくるもんじゃないの？セブンで？まあ、セブンじゃなくてもいいけど。セブンで売ってるものもそんなにいろいろ入ってんのかね。お店によるんだ、具は。あ、それ決まりはないのかい？それは。決まりはないけども、大体でもいくら入ってるわ。いくら入ってる？ミニストップのは。高級食材じゃないですか。ミニストップはどういや、ミニストップもな、変わらんわ。入ってるの、数の子と、ああ。サーモンとかも入ってる。おお。これでもカニのほぐし身とイクラとエビっていうのはこれ絶対入ってるんだな。カニのほぐし身なんて入ってんだね。7種類入れるんだって。7種類入れたら何でもいいんや。何でもいいことないんじゃない？何でもいいことないよね。一応、レギュラーは決まってんじゃん。そのなんか、キュウリと卵ぐらいはレギュラーなんじゃない？あと、かんぴょうも入ってるイメージあるけど。あ、そうやんな。うん。スタメン。まあ、でもさ、うん、食べないか、何でもいいか。まあまあまあ。一応、あれだ、台本に忠実に行こうと思って。まあまあ、そうね。そうなんかそうなったら、なんか気になってきたよね。確かに。うん、まあ、もしかしたら、まあね、昨日今日で食べられてる方もたくさんいらっしゃるかもしれないんだけど。うん、どれぐらいその、この、恵方巻きという文化がさ、うん、浸透してるのか僕にはちょっとあんまりわかんない部分があるんで。でも、浸透させようっていうことでこうやっていらっしゃるってことですよね。なんかキャンペーンをね、あれじゃないですか、なんかそのなんだ、クリスマスとかもさ、うん、サンタクロースの存在とかをね、うん、浸透させたのも実は別にそのなんか宗教的なことではなくて、うん、なんかの、ね、飲み物だったりとか食べ物の企業の人たちがそれをヒットさせるためにそのキャラを立たせたみたいなちょっと都市伝説的なのもあるじゃないですか。そういう夢ないな。いや、なんか全部あるよね。あの商業的な。そうそう、だってそれのもっともっと元を正せば、うん、1日3食っていう文化さえもさ、うん、あれ誰だっけ、エジソンだったっけ、あれな、あの、あれ、ほら、パン焼き器をさ、うん、作ってさ、そのパン焼き器を世に売るために、1日3食食べるのがいいんだ、みたいなことを提唱して、うん、1日3食っていうのが、なんか世界に浸透したみたいな。それまでは2食だったらしいとかいうのもあるよ。ああ、でもさ、うん、多分もうこんだけ、なんか医療とか、うん、いろんなものが発達してきて、うん、やっぱり3食がいいっていう風になってんじゃないの？どっち？それは俺は分からないよ。こういうものって諸説あるからね。1日3食食べる？大倉さん。食べない。食べなくてもさ、元気じゃん、大倉さん。3食食べたら、眠くなるよね。うん、変なタイミングに。そう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 。朝とか食べちゃうとさ、うん、しかも朝早く起きるのとかしんどいやんか。うん、朝起きられます？午前中起きられます？起きるようにはしてますけど。何時ぐらいですか？まあ、今ツアー中ですので、うん、まあ、できるだけ8時とか7時半とか。いや、平日ですよ。平日ですよ。なんで？週間？週間。
8時8時半、うん、会社員じゃないのに会社員じゃない。あのね、あれですよ、うん、曲作りとか午前中にやるのがいいんですよ、実は。朝活？朝活。やってんすか朝活って言葉あるんですね。あるんじゃないね。うん、朝活してます。ビジネスマンじゃないですか、完全なる。いや、まあ、ビジネス見て、ビジネスと言いたくないけども、いや、脳の回転がいいんですってよ。いや、ほんまにいいらしいよね。そうそうそう。なんか、経営者とかさ、凄腕のね、うん、人たちはもうみんな朝仕事終わらせてしまって、うん、お昼にちゃんと時間作って、自分の時間作ってっていうね、うん、ルーティンでやってるっていう。そう。ちょっとそれに近いことをやろうと思ってます。うん、プレジデントでもそういう特集やってたはずですよ。一時期曲作りに迷った時僕はプレジデント頼りましたけど、ねまあ、その時それ書いてあったかどうかわかんない。村上春樹さんのこといっぱい書いてあった。僕が買った時は。でも村上春樹さんもそのプレジデントに書いてあったけど、うん4時起きとか言ってたよ。朝の。でもさ、1日1ページ絶対書きはるんだったっけ？そう、そうやって言ってた。ね、あのね、書く時間を絶対に設けてるし、うん、それもなんか午前中に設定してた。あはは、うん、それを書き終わったら、そう、あのね、プールに行ったりとか、走ったりとか、ジョギングされたりとか、そうですよね、体作りというか、うん、そういうのを割とその午後の方に持って行って、脳を使うものを午前中にしてるっていう。で、いいよね。曲作りというものができるから。まあね、俺朝起きて何したらいいと思う？例えばなんかこう踊ったりとか踊ったりおかしいでドラムとかどうなんですか？え、朝起きてドラム？まずスティック持つとかないんですか？なんか朝起きてスティック持つ？うん、いや、まずドラムが家にないしな。え、大倉さん、じゃあ目覚められ何時頃目覚められるんですか？大倉さん大体ですか？うん、ね、昼前。昼前11時とか11時半とかにお腹空いて起きる。お腹空いてほんで、起きて、ベッドで、出前どうしようって言って、携帯で。で、そっから、うん、ネットニュース見ます、うん。ネットニュース見たりします、うんうん。で、今日はどんな、ことが起こってるかなと。うんうん、で、なるべくこう、芸能面とか見ないようにします。経済面しか見ない。それはなんとなくわかります。うん、日々、どういうことが起こってんだって。っていうのがこう、やってる間に出前が届きます。しょうがねえな、リビング行くかっつって行くなるほど、そう、うん、やべえ、酒抜けねえっつって、うん、そうそう、だから僕今ツアー中でさ、お酒もちょっと抜いたりしてるから、うん、素晴らしい、うん、でも今さ、出前の話で思い出したんですけど、うん、僕最近水曜日のお昼に、アベマ正吾という、アベマ TV の、はいはいはい、司会をやらせてもらってるんですけど、毎週いろんなゲストの方が来てくれるんですけど、この間、青山テルマさんが、ゲストで来られて、その出前のお話されてたんですよ。今の最新の出前知ってる？ウーバーイーツってやつ。うん、知ってる。あ、知ってる？あいつ使ったことある？されます。あれって、俺ね、その話、なんか、うん、普通の出前よりも、うん、もうなんかネットで、例えば携帯で見て、うん、なんだっけ、300円だか400円ぐらいからもう注文が可能だと。うん、出前感3000円以上ぐらいじゃない？ね、そうね。大体。うん。1500円以上とかなんかって気がする。そうですよ。だから、ドーナツ1個とか、うんうん、クレープ1個とかだから頼めるし、うん。アイスコーヒーだけでも頼めますよ。そうでしょ、うん、あ、もうやられてるんだ、奥田さん。まあ僕、出前事情すごい詳しいんで。常に最新の出前を意識しています。いや、だからね、俺も、青山テルマさんの話聞いてる時にも、うん、出前っていうのが始まった時点で、大倉さんの顔しか浮かばなくなっちゃって。やめてよ。絶対これ大倉さんに教えようって思ってたんだ。そう、知ってた。そうですね。そうか、そうか、うん。もうじゃあご利用されてるということ。そうですね。なんか届けてくれる人の顔まで出るっていう話、ね。出ますよ。うん。あと、何やろ、今、調理しています。今配達中ですってなったら、うん、配達中になったらさ、マップが出てきてさ、うん、どの辺を移動してるかまでわかんない。で、それで、うん、家のとこに着いたら、うん、お食事の時間ですってなるの。すげえ。俺お食事の時間だって起きる。さすが。いやいやいや。お客さんは出前のプロ。出前のプロって嬉しくないけど。まあ一応そのね、どんな日々を過ごされてたのかなっていうのは気になってたんですよ、大倉さんが。まあその出前を食べている。だからね、今2年ぐらいこれやらせてもらってるかな、番組。2年ぐらいですよね。変わってないですよ。変わってない。何も。もうそろそろ行ってみましょう。はい、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。
改めましてこんばんは。まあ別にいいんですけど、ゆうくん以外のこの番組のスタッフからシップロンドンを見に行ったって話を聞いた記憶がない患者連続方大使です。おい、いい加減にしろよ。本当だね、言われてみれば。そんなこと台本に書くんじゃないの。去年の12月から全国ツアーが始まってんのに、今のところ一度もこの番組のスタッフに見に来てもらってない高橋優です。ちょっと俺らどうなってるの。まだメインパーソナリティ嫌われてるってどういうこと。あんまり興味持たれてないのかもしれないよね。僕は見に行きましたからね。見に行ってくれたよね。そうなんだよ、うん、だからシップロンドの話俺いろいろしたっちゃしたけど、うん、グッズとかもたくさん買ってたからさ、それのタイミング逃したんだよな。持ってきたかったんだよな。それこそまた収録だったんですよね、あの時。そうで、次の時の生のために撮っといてくださいって言ったら、もうその熱冷めちゃっててね。そういや、その次の生の時とかが確か別々だったんだよ。二元中継とかだったんですよ。あ、そっかそっか。そう、地方に持って行ってまでって言ってもさ、伝わらないかなと思って、まあね、俺トートバッグ買ったんだよ、シップロンドン。マジで。ちょっと意外な感じしない？いや意外やしさ、うん、そこまでのこと知らなかった今まで。あの時いろいろ語ってくれたけどさ、うん、だからなんかパンフレットとかさ、うん、ここでなんか開いて話せる範囲のこと話したりとかさ、はいはいはい、やろうと思ったけど、うん、どうなんだろう、ま、今でもシップロンドまだ上映してるってところはあるのかな。どうなんだろう。いや本当これ見てほしいけどね、この冬のうちに。一部まだ上映してるとこあるって、うん、あとあの、うん、飛行機とかでやってるのは聞きました、うん、知り合いが飛行機で見たよみたいな、うん、高橋家事情で言うとですよ、うん、北海道に住んでる僕の姉と、はい、姉家族がシップロンドを、まあ、僕よりも先に見に行きまして、ありがとう。で映画の内容はもちろん面白いんだけども、うん、あのスキーの表現がすごい多いじゃない、はいはいはい、雪山の表現が、うん、だからやっぱあれ見るとスキーしたくなると、スキー場に行きたくなると、ね、うん、で実際に行ったっていう連絡までいただきましたよ。そうそうそう、だから僕もスキー行こう。おー、また改めてね、うん、スキーが特技だって書いたことがきっかけでね、うん、あの映画のお話をしたんですもんね。そうそうそう、そうよ、うん、でももう言っていくべきだなと思って、そういうのは。そうだよね、特技を言ったことによって仕事につながることもある、うん、そうですよ、僕はもうヘリの運転までできますからね。いいな。いや信じると思う。今素直やったら、うん、できんの。やりそうだけどね俺ね。さて、はい、そんなヘリも運転できる大倉さんと、毎週土曜日の夜、男2人が集まってなるべく生放送でお送りしている週末の反省会的なこの番組、毎週ラジオの前の君からメールで、この1週間の失敗談、やっちまった話を募集して電話で話を聞かせてもらってますけれども、再三再四話している通り、今週は録音です。つまり今週やっちまった話のメールを送ってもらってもリアルタイムで紹介されたり電話をつないだりできませんが、送ってもらったメールはストックしておきます、うん、来週以降紹介したり電話つないだり。なのでそれでもよければメールを送ってきてください。、うん、番組のメールアドレスは ot@allnet.com ot@allnet.com です。同じ内容のメールは1人1通で OK です、はい、メールにはやっちまったエピソードと、やっちまった君が今聞きたい曲のリクエスト、そして連絡がつく電話番号も書いて送ってきてください、はい、君のやっちまった話待ってます。お願いします。いやなんか変な感じやな。変な感じが続いてるね。続いてるよね。やっぱ収録は慣れないね、そんな感じで。でもゆうくんなんかあの、ね、栄養ドリンクというか、うん、あのガソリン入れなくなったよね。あ、そう。でも見る、俺今日のこのクラッチバッグの中に入ってなかった。入ってる入ってる。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。Ladies and gentlemen、 オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。はい、さあ先週もお知らせした通り、うん、今週の番組では、僭越ながら僕が歌う映画クレヨンしんちゃんの主題歌を、うん、ラジオ初オンエアさせてもらうんですけど、うん、メールが来てます、はい、千葉県野田市で聞いてくれてる DJ 秋25歳、ゆうくん映画クレヨンしんちゃんの主題歌担当おめでとうございます。おめでとうございます、ありがとうございます。私はクレヨンしんちゃんの映画をすべて見ているので、今回の発表は嬉しいニュースでした、うん、そういえば大倉くんも
2011年の映画クレヨンしんちゃんで主題歌&声優を担当されてましたね。させていただきました。もしかしたらゆうくんも主題歌だけでなく声優の仕事も来るかもしれないですねというメッセージです。おお。DJ アクさんありがとうございます。そうなんですよ。声優やってたんだね。そうですね。僕と村上さんがグループから、うんうん、もう関ジャニ∞でこう主題歌やらさせていただいたんですけど、うん、まあまあ当たり前ですけど、うん、ソロデビューしてないんで、そう、うん、その中から二人がこうやらさせてもらった、うんうん、いやもうすごいね、変な感じでしたよ。うん、どんなあの声優アフレコってことでしょ。いやそう難しい。難しいんだ。うん。あれあのスタジオ一人で入ってやるもんなの、あのアニメとか見ながら。アニメ見ながら、うん、見ながらだよね。見ながら、うんうん、あれは村上くんと一緒にやった全部。うん、で、二人セットの役だったのよ。うん、こう、なんか、あの、バカな二人組みたいな。変なちょっと。2011年のやつ。そう、うん。で、やらせてもらったんやけど、うん、やっぱ、このしんちゃんの安定感というか、うん、すげえな声優さんって思いましたよ。うん、やっぱ、ああいうさ、声優さんの方って、普段は別にああいう喋り方じゃないんだよね。あ、そう、だから声優さんね、うん、普段、はああいうのじゃないでしょそりゃ。あ、おかしいやろあんな普段あんなやつ。いや、よく考えてみたらもうおかしいなと思って。いやもう一視聴者からするとさ、わかんないじゃん、うん、その世界って。まあわからないよね。そう、うん。わからないけど、あのトーンで喋ってたら、あ、そういう人もいるのかもね。喋り方が同じ人とかね。すごい、アニメ声の人いるでしょ最初。なんか、普段から、うん。いるね。で、それはもう、そのままな人もいるんだろうけど、うんうん、以前なんか声優さんに密着させていただいたとき、声優学校みたいな、なんか、声優事務所か、に潜入みたいなときに、あの声優さんが5人ぐらいでやってるラジオドラマの中にこう、混じらさせてもらったんですけど、皆さんいろんな役やられてるのも大物の方たちばっかりなんですけど、全然違いますよ、オフに喋ってる。例えば普通にね、あの40代、50代の人だったら、普通のやっぱおじさんですよ。がもう、うん、スイッチ入ったらもう全然違いました。ええー、なんか全然例えば役柄は若い男の子の声とかやったりするんでしょ。そういう。まあだからダンディーななんか30代みたいなとかも。ああ。うん、いきなりバンって二役とかやってはったし、そう。いやすげえなって。すごいね、うん。なんか心がけたこととかありました。大倉さんご自身がこう声優をやられるっていう。とりあえずそのね、あの監督さん。に怒られないこと怒られないというか、うんうん、ね、言うこと聞かなきゃって、でも知らない世界なんで、うん、初、それが初声優、初ですよ、うん、村上さんもその時が初、村上くんも初やったし、なんかまあ普段さ俳優というのをやられてお芝居されるじゃないですか、はいはいはい、なんか違うもんなんですか、やっぱそのただ演じるのと俳優なんていうの、声優として演じるものっていうのはね、あれは声だけで表現しなきゃいけないっていう難しさがあるだろうし、ただなんやろうな、これがこうっていう違いは俺には分からないよね。同じ部分もあるだろうし、そうですか。さあということで、はい、その時に感じないとか主題歌させていただいた曲を聴、はい、いていただきたいと思います、はい、TWL、はい、日本サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、ワンツースリーフォー、オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん、先ほどは関ジャニ∞の映画クレヨンしんちゃんの主題歌、はい、TWL をお送りしましたけれど、ありがとうございました。それに続いて、はい、今度は私高橋優のクレヨンしんちゃんの主題歌もラジオ初オンエアさせていただこうと思います。あの昨日昨日 M 制で出させてもらってたんですよ、はい、その前にミニステってあるじゃないですか、はい、ミュージックステーション始まる前のちょっとしたところの、はい、並んでる時、スタンバイしてる時に、うん、ちょうどゆうくんがしんちゃんと喋ってるところ見て、はい、で音声あれ聞こえないんですよ、ええ、ね、だからゆうくんが、ええ、クレヨンしんちゃんと何してんだろう
めっちゃシュールだなと思いながら。無音で見る、ゆうくんとしんちゃん。何を喋ってんのかな、しんちゃんがメガネかけてるからなんかやるんだろうなと思いながら。そう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 。しんちゃんメガネかけてきてくれたんですよ。ね、そういうことなんですね。僕に合わせて、黒縁のやつ、うん。そうそうそう。もう全然ほんとね、1分にも満たないぐらいの、うん、まあ、ご報告の動画というか、はい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 、まあ、主題歌担当させていただきますよっていうことを僕が言って、うんうんうん、まあ、しんちゃんがなんか、うん、なんか、ゆうくんが担当してくれるぞ、みたいな。言ってくれるそうよね。だから、そうそう、関ジャニ∞がね、並んでる、うん、並んでたから、パッて映った瞬間に、あれ、ゆうくんや。あれ、ゆうくん、ゆうくん。口口に。いやいやいや。でも、嬉しい嬉しい。なんかやるんや、やるんや。音聞こえないから、ね。そうそうそう、音聞こえないから。しかも最後なんか変なポーズとか撮ったりしてるし。そうそうそう。はずいな、それ。そうそう、そのまま身につけていった。いやいやいや、もう、しんちゃんってさ、うん、見てましたか？見てましたよ、もちろん。うん。まあ、今でもね、まあ、放送時、たまにね、見れる時は見れるけど、忙しくね、見られない時あるけどさ、うんうんうん、子供の頃は僕、毎週見てたんですよ。なんかちょっとエッチじゃない？そう。うん。しんちゃんがね、うん、エッチなとこもあるしね。うん。そうそうそう。だから、映画の第一作目もさ、うん、アクション仮面 VS ハイグレ魔王ってさ、うんうん、まあ、ハイグレ魔王っていう星人が、ビャーンってビーム打つと、うん、誰もがもうハイレグになるんですよ。うん。ビューンって、ハイグレハイグレっつって、コマネチみたいな、うん、動きをするんですよ。まあまあエロいんですよ、それも。エロいですよ、ね。エロエロ、うん。もうそれも僕ね、いまだに iPad にダウンロードしてありますもん。いや、もうだから、衝撃でしたよ。うん、子供のね、アニメなのに。ぬいぐるみをどついたりとかさ。あ、そうそう。なんか大人もね、だから楽しいね。そう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 。それがね、僕も、ちっちゃいながらに、いろんな興奮もありながら、面白いなと思って。なんかちょっと変わっててさ、変な男の子なんだけど、その男の子が中心になってるっていうのもなんか僕はすごい好きでね。うん、今となってたら可愛いよね、うん、しんちゃんって。可愛いんだよね。しかもなんか今回主題歌担当させていただくにあたって、しんちゃんサイドのスタッフの人たちがいろいろ聞いたんだけど、はい、今大人の人たちも、わざと映画見に行くんだって。別に子供を連れてとかじゃなくて。ああああああ多分子供の頃に見てた多分我々の世代だと思うんだけど。うん。クレヨンしんちゃん今年で25周年なんで。ああ、そっか。そう。だから25年前には小学生とかだった人たちが。そう。まさに俺やわ。6歳、7歳とかやから。そうそうそうでしょ。うん、僕も小学生とかだったから。うん。それが、こう、今、改めて大人になって見に行って、で、感想は、しんちゃんはかっこいいんだってことになるんだって。やっぱそのね、何か、常識に縛られずに、やってるみたいなところがね、はいはいはい。うん。っていうこともお話を伺ってから、うん、今回曲を書かせていただきました。はい。で、まあ今回の映画も、旅が一応、その物語の主人公になってるという、しんちゃんと宇宙人のシリリっていう、シリリ、うん、やばいね、お尻がすごいね、うん、やっぱりね、しんちゃんでね、映画のね、なんかテーマというか、うまあ、裏テーマに当たるのかな、うん、そのしんちゃんが尻を隠すみたいな、出せない時もあるんだみたいな、なんかそういうことになってる。見ないと分かんないね、それ。それだけ聞いてもぜひ見に行っていただきたいなと思うんですけれども、はい、じゃあ早速、初オンエアということで聞いていただきたいと思います、はいはい、シングルとして4月の12日にリリースさせていただきます、うん、高橋ロードムービーアニメバージョン。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。もしもし。もしもし。あところお名前年齢どうぞ。はい、長崎県対馬市エリカ30歳です。あ、なんか対馬って島になってるんでしたっけ？うん、そうですそうです。九州の北の方にある島で。対馬海峡とかあります？はい、ありますね。あ、そうか。韓国のすごい近くなんだね。はい、そうですそうです。なんか50キロぐらいしか離れてない。あ、え？マジすげえ。じゃあもう海の向こうに見えちゃうみたいな感じ、はい、あ、見えますね。え、すごい。その辺は何があれですか、特産物は何ですか。
は、もう魚介類とか、しいたけとかですかね。いいですね。そうやねんな。そうやねん。やっぱり島やから魚介類になってしまう。そりゃそうよね。長崎って言えば、あれかい？ハウステンボスとかも長崎でなかったっけ？長崎。長崎、同じ長崎県ではあるけど。あ、でもそっか。対馬からすりゃ遠いのか。はい、そうですね、うん。福岡の方が近いのかな。長崎ちゃんぽんとかも対馬にはないのじゃ、どうなの？あ、ないと思います。ないんだ、同じ長崎とも。そうか。結構あれですか、緑いっぱいですか？あ、もう山と海ばかりの。あ、山と海いいな。いいね。いい環境で、しかもお子さんがいらっしゃると。はい、そうです、3人の子供のお母さん。ちょっと待ってくださいよ、30歳で3人ってどうなってんすか？ご結婚はいつされたんですか？は、23、4ぐらいでしたかね。え、ちょっと待って、スパン早くない？スパンが早くないですか？怒涛の出産じゃないですか、ね。どういうことですか？それ、やっぱり、ね、妊活して生まれてるんですか？は、一応、うん、そうです、そうです、そうです。2歳差にしたくて。あ、そうなんや。そうです、そうです。え、ぴったりやん。そうなんです、2歳差で。ぴったりやんって、俺その、何も聞いてなかったわ。ちなみに、一番上は何歳ですか、お子さんの。6歳。6歳、4歳、2歳。2歳、それそれ。計画通りに妊活されてますね。それなんで、2年ごとなんですか。まあ、年後はね、大変ですけど。ああ、そう、もう、早くこう、3人欲しかったんですけど、こう、ちょっと開けちゃうと、子育て忘れちゃって大変なんですよね。いろいろ離乳食とか、ああそっかそっか、なんか授乳とかいろいろ大変なので、もうちょっと早めに産んでしまって、ゆっくり育てたいなみたいな。ああ、ちゃんと計画的にね。すごい計画的に。なんかさ、エリカさん30歳だけどすごい落ち着いてない？そうだね。年下だよ、だって俺らより。ねえ。俺、エリカさんってしか言えないもん、もう。三人、もうちょっと三人のお母さん。もうなんかちょっと目上の人のような。いや、リスペクトしかないですよ。そんなエリカさんが何かをやっちまったってことなんでしょ？いや、そのやっちまったのがすごい子供っぽくあってほしいわ、俺。本当だよね。聞いてみようか、じゃあ。ねえ。エリカさん何をやっちまったんですか？はい、この前うちの中で起きた事件なんですけど、うんうん、今私が住んでいるうちが、築30年とか40年ぐらい経っている古い一軒家なんですね。いいですね。で、だいたい夜の10時ぐらいだったと思うんですけど、うんうん、2階に子供たちが寝ている部屋があるんですけど、うん、もうそこからバタバタバタっていう音がして、うん、でその時も私は1階の部屋にいたんですけど、うんうん、何だろうと思って階段を上っていたんですね、うんうん、そしたらまたその部屋の方から、うん、タタタタタタっていう音がして、うん、もう急いで部屋の戸を開けたら、うん、天井を突き破って、うん、野生の天っていう動物がいるんですけど、天何これ、天っていうのこれ。今資料が我々の手元に来たけれども、イタチか、イタチ、イタチみたいな動物がいて、うん、ちょっと待って、50センチででかくない？こんなんいんの？対馬にはこんなのが普通にいるの？ちょっと待って、50センチで普通にいます。対馬店っていう普通に道とかにも、うんうん、ちょっと待って、50センチ、鹿とかも普通に道にいたりするんですけど。あ、鹿とかね。鹿とかイノシシとかもいるんですけど、うん、まあそれはまだね、わ、うん、かるけど、これ聞いたことなかったわ、この天って。あ、本当ですか。50センチもあんのに2キロしかないんだよ、ようわからんくない？軽すぎ。本当だね、軽いね、うん、大きさ的にはだから全然小型犬とかよりも少し大きい。長い、長いのかな、中型犬ぐらいで。そんなに大きくないと思うんですよ、細長いみたいな感じか、うん、中型犬でティーカッププードルぐらいしかない。だ、尻尾がだって30センチあったりするっていうのも。そういうことか。うん。かだと思います。そんなの大きくはないと思うんですけど。それが天井に突き破ってきたって？それが天井を突き破って、うん、落ちてきてですね。部屋の中に。うん、で、子供たちが寝ている上を走り回ってたんですよ。戸を開けて。大丈夫なのそれは。天は何？肉食とかじゃない？大丈夫？肉食だと思います。危ないじゃん。まあでもちっちゃいんですかね。多分人間は食べないと思うんですけど、うん、そのどうにかしないとと思って私もちょっとパニックになってたんですけど、うん、もう考える間もなく人暴れしたその天は、うん、カーテンに爪を必死に引っ掛けてよじ登っていってですね、うん、その落ちてきた穴から天井に戻っていったんです。自分で戻っていったんですね、うんうんうん、
でも子供たちはもうなんかやっぱり田舎でたくましく育っているのか、うん、幸いにも起きることはなかったんですけど。マジでたくましいね。たくましいけど、それ知ることないねんで、多分。やだよね。気がついたら噛まれてたりとかしたらやだよね。嫌よね。それで。で、その、本当一瞬の出来事だったんですけど、その、天が部屋の中にうんちをしていてですね。そうで、もうほっとする間もなく、まず天井の穴を、あり合わせの板とガムテープで塞いで、もう天のうんちを一人用のような片付けたっていう話なんですけど、私がやってしまったことではないですけど。やられたことないけど、やられたことやね。野生の動物にやられたなっていう。津島ではそれは普通のことなのかな。いるの天そんないっぱい。あ、います、います。え、それだから、津島で、はい、天って言ったらみんなに通じんすか？通じますね。それなんか知らないもんね、俺ら。天井から天落ちてきたっつったら、あ、うちもあるわとか言うのかな。そういうことやんの。落ちてきたはないかもしれないんですけど、うん、結構天井走るんですよね。天井まではもう許しちゃってんだ、もう天がいることが。普通に走っても、うちもちょこちょこ、もうすごいドタバタっていう走り音は聞こえてて。対策講じた方がいいんじゃないの、もっと。どうなんですよね。なんか、それだけ、どうしたらいいかわかんないですけど、捕まえても多分ダメなのかな。なんか一応ですね、天然記念物みたいな。あ、そうなんや。いやだからあかんねや。だって普通にね、一軒家でこうバタバタってなったら、何ですか、いい妖怪。え？妖怪？妖怪。出てきたら、いい妖怪。それって、あれおかっぱの。おかっぱの、あ、子供の妖怪でしょ？座敷わらし。俺、座敷わらしかなって思っちゃう。岩手県に有名な宿泊場所あるよね。うん、本当に出るやつね。そう、だから、思っちゃうけど。ないでしょ。天はそういうのあんの？なんか出てきたらラッキーとか。ないでしょ、きっと。なんかもう、結構、その、車庫とかがあるんですけど、うん、もう未だに、結構頻繁に糞を、されるんですね。うわ、最悪じゃん。そうなんです、結構もうね、どっちかって言ったら災いだよね。記念物にされちゃったから。記念物だけどやだよね。だって2歳の子供からしたら、だって体格さそんな変わんないでしょ。いや怖いよ。肉食だっつうんだろうね。気をつけないと。イタチを街中でさ大阪に住んだ時、見かけただけでやっぱり興奮したもんね。イタチってなったもんね。あんまり見ないからってことでしょ。そう、珍しいからってことでしょ。そうなんや。うわー、俺あれだな、オレンジだったらそれカメムシだな。え、くっさやつ。くっさやつ。もうカメムシ大量発生、毎年。毎年あったかい時期になると、春と秋。え、もうね、本当に本当おぞましいよ。異常発生。いつかその時期に来て、大倉さん、オレンジ行くか。見せられるって行くか。望ましいもの見せてあげられる。嫌 やってそれ。俺今回正月帰った時にさ、風呂入って、風呂から上がって、まあ、裸のまま、タオルで体拭いてたら、なんか、チクってしたの。背中が。何？カメムシって何？くっついてくるの？噛むの？それで見たら、まあもう、ひっついてんのよ。俺の背中に。必勝。そう。で、もう、俺の多分皮膚にこう、指がさ、なんていう、手が、キュッてくっついてるから、チクってするんだけど、はっ！って俺が気づいて焦ったら、カメムシも焦ったんだろうね。とにかく前に進もうって思ったらしくて、上昇し、上の、俺の首元まで歩いてきたのよ。痛いのそれ。もう、チクチクって、チク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 って上がってきて、あーって言ったの。何の話？上がってきたって話。あーって言ったの。それ臭いんでしょ？臭いよ。で、今のカメムシの取り方の最前線はガムテープだっつって。そう、なんか、昔はいろいろ殺虫スプレーとかあったんですけど、殺虫スプレーとかかけて、逃がしてしまうと、その殺虫スプレーが効かない強い次の子孫が生まれるんですよ。あ、そうなんだ。虫って本当に強くて。だから、下手にかけちゃまずい。もし仕留めると決めたなら、確実に仕留めなきゃいけないってなった時に、前までは瓶が良かったの。瓶を、カメムシにちょうど穴のとこにスポンって入れて、スライドさせれば落ちるじゃん。瓶詰めにするの？瓶詰めにして、もう、瓶の中カメムシだらけ。カメムシ。何それっていうやると、まあ、逃げないしっていうのはあったんだけど、今、もっとそれの最前線で、ガムテープを貼ればいいっつって。いやいや、もっと早く見つからなかったの、その方法。いや、もうそれで姉がさ、ガムテープで取るからって言うんだけど、力んでるわけよ、姉の手も。緊張してるから。なんせだって、33歳になった男のさ、弟の裸が目の前にあるわけだから。あ、最近の話？最近の話だ。今年の正月の話。あ、そういうこと？もう全裸で俺はカメムシって言ってみんなの前に行ったわけよ。
それもおかしくない。まあまあ、ね、5歳から。そうそうそう。でもその情報もピンポイントでしか役に立たないやろ、日本中で。今、ガムテープが熱いらしいです。あ、そうなの、秋田では。エリカさん、どうだろうね。手にはガムテープ効くかわかんないけど。対馬にはカメムシはいないかい？います。洗濯物とか干したら。うん。ついてくるので、うー、私もガムテープ派ですね。あ、いや、ほら、最前線ガムテープ。あれ、ガムテープで貼ってさ、はい、あれで、あの、そっと貼ってペタンってもう密封しちゃうんだよね。そうです、そうです。そう、そしたら匂いも出ないっていう。めっちゃ共感できてるやん。やっとよかった、エリカさんと。いや、エリカさんの、俺はもう子作りのそのね、計画性についてもっと話したかったよ。いや、わかる、わかる、わかる。ちょっと天の話面白かったけど。面白かったけど。天の話してる最中のエリカさんの声がちょっと美人声すぎてさ。いやいや、もう大人なんですよ。俺絶対エリカさん美人だと思うの。いや、美人だと思う。で、しかもさ、うん、やっぱり子供をね、育てるっていうことは、うん、人をね、こう成長させるのかね。うん。そうかもしんない。もうだから30歳だけど、うん、大人だし、うん、あと、ちゃんとその、コンスタントに、旦那さんが、子供を作ろうって思わせるほどのエリカさん美人なんだよ。いや、そう、旦那さんはいくつですか？は34ですね。 34? 34って言い方美人。未だにラブラブですか？いや、全然です。なんでよ、なんでよ。旦那さんあれじゃないか、もう会って当たり前になっちゃったんだ、幸せがきっと。いやいや、美人だっていう価値にもう忘れちゃったんじゃないの。違う違う、幸せ、うん、普通が幸せっていうことに気づいてないだけですよ。あ、じゃあ幸せってことじゃ。幸せです、絶対。ゆりかさん幸せだって言ってる。4人目は、4人目は、え、夢は作らないです。もうちゃんと中はしてますか？してないです。なんで？なんで中止しないんですか？子供に見られたりするのって恥ずかしくなっちゃうんですか？そうか、子供できると。ね、子供で多分手一杯で、うん、もう旦那のことまで手が回らないし。かわいそう。もう自分のこと自分でしてって感じですね。うわぁ。ちゃんと、これが現実か。行ってきますの中止した方がいいよ。いや、いやですね。嫌なんねや。嫌なんねや。いや、でも声が美人だな、エリカさんの。エリカさんね。こんな声美人のエリカさん、リクエスト何ですか、楽曲は。大切な友達っていう歌なんですけど、娘が4月から1年生になるんですけど、ちょうど昨日ランドセルが届いてですね。うん、おー、ハッピーな話ですね。そう、届いて、今日は入学案内も届いたんですけど、なんかいよいよだなっていう。じゃあもう同級生の親御さんとの付き合いとかも始まるわけですよね。そうだね。そう、まあでもほぼ一緒なんですけど、保育所も小さいので。あ、そっか。そうです、もうです、ね、周りのコミュニティが、はい、一緒です。そうか、保育所から中学校高校までとか全部大体一緒ですね。対馬の中で昼顔みたいなことになってないんですか？やめときなさいよ。聞きますよ、く聞きます。いやあんのマジか。対馬の中で行ってみたくなってきた。なんでや。あるんですね。やめときなよ、エリカさんは。うん、それじゃあ、エリカさんから曲紹介お願いします。はい、はい、大切な友達です。はい、ありがとうございました。ございました。はい、ありがとうございます。はい、仲良く、仲良くやってくださいね。4人目も。日本サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。あ、決して煽るわけじゃないけどさ、はいはいはい、エリカさんの声聞いた時に俺も昼顔というキーワードが浮かんでいたよ。うん、いや、なんかね、やっぱ今すごい話題というかね、うん、流行りじゃないですか。流行ってるね。流行ってるというかね。診断が。みんな、なんでさ、うん、こんだけこうニュースになってんのに、うん、続けるのだろうって思ったら、うん、やめられないのかね。やめられないっていうのもあるんだろうね。うん、あとは、なんかダメだよダメだよって言われるほどにやりたくなるっていうのはあるんじゃないですか。ゆうくん、ダメだよ本当に。ね、分かってるって分かってるって。危ないよ本当に。だからそうやって、うん、あ、もう知ったことかってなる。怖えなこの人。大丈夫かな。ガバーじゃないの。もう知るかって思っちゃうんだよ。いやいやいや、言っちゃうんだよ。ダメですよ、うん。
いけませんあなたって言ってるけど、うん、拒まないんだよ。じゃ時代がおかしいなあなた。なんでダメだけどダメじゃないんだよ、うん。そういう感じがいいんだよ。エリカさんしないけど、その他の人たちの噂をね。聞きますよって言ってたでしょ。だから広まると、うん、広まるから絶対にしちゃダメっていうもう振りがあるわけ。分かってるんですよ。そうダメだよって、うん。やったら大変なことになるんだよって、うん。言えば言うほど。うんああってなる。スリルがある。スリル。ダメなのに。いやいや、ダメなのにじゃない。ダメなのよ。やめてください。もしもし。おかしいおかしい。男の名前。男の名前、年齢どうぞ。北海道旭川市、定位19歳、スキーのクラブに所属してます。あら。ほら、さっきと打って変わって。打って変わって、また可愛らしい。ダメですよ。ここは逆にダメ。今これもニュースになってるから。レイちゃん。どっちもダメやからね。確かにね。レイちゃん、なんだっけ、19歳、スキーのなんだってクラブに所属してます。うん、スキークラブ。スキークラブ。はい、学生さんそうです。北海道ならではじゃない？スキークラブとかって。そうだね。雪国ならでは。うん。レイちゃん、シップロード見た？ごめんなさい、見てない。いや、見てよ。本当にいい映画なんで。なんで話題に出すのよ。だってスキー見てるから。いいじゃん。いやいや、いいのいいのよね。ほらほら、悪いことになっちゃうから、悪い気になっちゃう。いや、おすすめってことよ。いやいや、見てほしいけども。そうだよ、見てね、レイちゃん。見ます。すみません。スキークラブなんて所属しててさ、あれの映画見たらもっとスキーやっててよかったなって多分なると思う。シップロンの話いいよもう。見てなかったからいいよもう。レイちゃんスキークラブに所属してて、でもう今寒いですか？そっちは。はい今、うん。スキーの大会で、うん、北海道のルスツっていうところのホテルにいるんですけど。超知ってるルスツ。うん。なんで知ってんの？ルスツリゾートってあの僕北海道住んでたから。あ。そうなんや。ルスツリゾートに歌いに行ったこと何回かあるもん。え？うん。ラブホテル？いや違う。ラブホテルじゃない。あのね、雪がない時期は遊園地なんですよ。うん、あ、そうなんや。ねえ、れいちゃんね。そうです、そうです。遊園地好きよね。遊園地大好き。地方遊園地大好き。ね、でもね、ルスツリゾートは、うん、ヤギ山ベニーランドとは違って、うん、もう結構最新のね、うん、めちゃめちゃスリル満点なやつが揃ってるんですよ。あ、そうなんや。ぐらぐる回るやつとか、足ブラブラするやつとか。全然分かれへん。ビョーンって行くやつとか。分かれへん。ねえ、れいちゃんね。はい。それで冬に、あ、笑い声かわいいね、れいちゃんね。何えレイちゃん笑い声可愛いなって。そこずっと笑ってるよ。クズクズって。妖精みたいな笑い方。なるほど。キラキラキラって笑ってる。まだ出てんけど、なんかアニメの笑い方みたいな。そうそう、アニメの笑い方みたい。うん。いいですよ。僕、声、ほらほらあー、レイちゃん。って言ってる。声フェチだからね、僕は。言っても、やっぱり。いや、知ってる。知らないよ。声フェチだから嬉しい。知ってる話をするんじゃないよ、若い子。レイちゃん。俺今何の話なんだっけ。あ、そう、ルスリゾートの、あ、こういうフェチなんだけど、うん、ルスツリゾートの日、雪降ってない時は遊園地だけど、冬は、そうか、スキー場になるのか。そうです。そうだ、そうだ。だから、その、ルスツリゾートに、宿泊施設もたくさんあるもんね。はい。そこに今泊まってるってこと？そうです。うん、合宿かなんか？いや、大会です。あ、大会だ。え、何の大会？スキーの大会です。それわかるわい。スキーの中身だから。もう、あれかい、全道大会的な？もう、北海道ナンバーワン決めるみたいな。そうです。え、スキーで何してんの？ジャンプ？なんか技術を競う大会なんですけど、うん、うん。例えばどういうことすんの？ターンとか？あ、ターンして、うん、点数つけられるんです。ああ、綺麗な、綺麗なターンだったらいいの？ターンって、あ、そんな感じです。ターンってさ、滑ってる時のターンなのか、ジャンプしてぐるんみたいなターンどっちですか？あ、滑ってる時です。あ、そうなんや。ポールのところ、はい、シャーンみたいに行くやつ？いや、ポールは滑んないです。ポールないんだ。アルペンみたいな。全部違う、俺、喋ってること。大会の、え、もう終わったの、大会は。あ、明日もやります。明日も、明日もじゃあ、レイちゃんも競技に参加する？いや、今日予選だったんですけど、うん、予選通んなかったんで。あー、そうか。残念。はい。じゃあ、なるほどね。明日はもうじゃあ何、観戦するみたいな。他の写真で見るみたいな。サポートします。でも、楽しいんじゃない？そうやってみんなで、そこに泊まってとか。うん。楽しくないの、はい、男の子はいないの？います。え？今泊まってる部屋はさ、一人部屋じゃないよね、はい。あ、はい。4人です。え？まあ、そこは、女子4人。そりゃそうです。
そこに、例えば、ちょっと男子遊びに来たりとかさ。そうよね。ないの。ないです。ないです。笑い声かわいいの。ケタケタケタって笑うの。そう、ないんや。ないんや。恋が生まれたりしないの、スキークラブの中で。しないですね。まあ、そっか。なんでよ。じゃあ、レイちゃん。ケタケタケタって笑うの。なんて言うのよ。わかりやすく、ウフって言ってんの。そう、いいの。俺それ好きよ。好きね。何やっちまったの、レイちゃんは。うん、あのお父さんに悲しい顔をさせちゃったんですけど、うん、私、うん、免許あの車の免許取って、うん、スキーの練習に自分の車で行くんですよ、うんうんうん、で家から20分ぐらいのところのスキー場に練習しに行ってたんですけど、うん、その日の帰り道に、うん、家からあと2分のところの、うん、あの道路のカーブで、うん、ハンドル切りすぎちゃって、うん、車が、うん、くるっと横に回って逆さになっちゃって、え大変じゃん。横転したってこと？そんなさ、逆さになったんですよ。ちょっと待って、そんな、なんか俺普通に聞いてたけどさ、そんなヘラヘラして言うことちゃうでしょ。大事故や。大事故や。びっくりした。アクション映画とかの話だよね。うん、なんか、ゆうくんもさ、なんか、ニヤニヤして聞いてるからさ、なんか、なんでニヤニヤしてんねやろと思ったらさ。いや、俺ただ声可愛いなって。なんか、相当なことなってるよ。すごい、ね。大丈夫やったろ。それで、はい、うん、どうなったの？で、車の後ろの、ガラスが、全部割れて。うんうん、危ないじゃん。うん。なんかそっからいろんなおじさんたちが寄ってきて、うん、なんか大丈夫みたいな、うん、そりゃそうやな、なんでそんな普通に喋れんの。うん、それバシャーンなってバリバリ言われて、バリバリ言われていろんなおじさんたちが、はい、わーって集まってきて、大丈夫かーってみんな集まって、大丈夫って言って、大丈夫じゃないよそれ。 だってさ、自分逆さまになってんのやろ、天地が。はい、はいやないわ。怪我とかするでしょう。それぐらい今日言ったらね。え、シートベルトがさ、で、あの、はい、ぶら下がってる状態やろ。うん、そうです。そうです。そうです。怪我しなかったのかい、レイちゃんは。あ、無傷です。マジで。すげえな。そんな時でも多分こういう喋り方なんだろうね。いや、レイちゃんってなんか何があってもなんか生き残りそうじゃない。ドローンってみんな大丈夫かって言ったら、うん、ふーって言うんだろうってね。大丈夫なのよ、きっとこの子って。ふーっとかって言ってんのかな。それでの、お父さんはなんだっけ、悲しい顔させたっていう話だったの。で、うん、で、なんか、その、大丈夫って覗いてきて、うん、出といでって言われたんで、出ておいで。天井ハイハイして出たんですよ。なんか窓から。なんか言い方で。ちょっと出ちゃう。すごい話なのよ、これ。天井ハイハイして出たの。で、無傷で巻き込んだ人もいなくて、大丈夫だったんですけど、うん、車が廃車になって、で、買ってくれたのがお父さんで、お父さんに、うん、150万のローンが残っちゃって うわで、あのめっちゃ悲しい顔してて、そりゃそうやわ。でも無事でよかったっていうのもあるんじゃない、レイちゃんが。そうだよ、うん、悲しい顔してた。ね、すごい悲しい顔してました。そりゃそうやわな。いつ買ったの、車は。5月です。あ、1年も経たず。半年ちょっとぐらいだもんね。そりゃそうやわ。そりゃ、150万のローンと、娘の命引き換えにね。まあまあ、娘の命が助かったからよかったけれどもね。でもさ、うん、もう、運転下手なの？え？運転下手？いや、下手じゃないです。アクシデントだったってことでいいの？うん。うん、うん、やないの。それだいぶ気をつけないといけないよ。なかなかそんなことならないんだからさ、他の人。いやー、はい。だから、うんじゃなくてさ、レイちゃんよ、レイちゃんよ、やっちまったって本当に思ってんのかい、君は。本当に思ってます。お前思ってんのか。はい、お父さんに謝った、ちゃんと誠心誠意。すごい謝りました。泣きながら謝りました。マジで泣いたんだ、レイちゃん。レイちゃん泣くの？泣きますよ。そうなの。例えばどういうことで泣くのよ。何で泣くかな。レイちゃん、恋愛の方はどうなのよ。してないの、恋愛。してますけど。え？彼と喧嘩したりしないの？
いや、彼氏はいないです。え、あ、片思いしてる。好きな人がいるの？そうです、そうです。どういう子なの？めっちゃ優しい人です。優しい人、優しい、うん、はい、優しい人で、なんでその発展がないの？いやー、私に魅力がないからじゃないですか。それ泣くとこやぞ。そんなことないよ、うん、頑張りや、頑張りや、れいちゃん、いろいろ頑張りや、れいちゃん、はい、ありがとうございます。ありがとう、何をつけてる、ほふって言えば許してもらえるよ。はい。じゃあリクエストの曲は、ドリームのアミさんでカラーエブリシングです。なんでこれ選んだの？なんか、なんとかなりそうな気がする。レイちゃんらしいやん。よかったよかった。はい、レイちゃんありがとうね。ありがとう。うん、気をつけなよ。そうだよ。雪道気をつけてね。はい。はい、はい、ありがとう。ありがとうございます。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。ワン、ツー、スリー、フォー。オールナイトニッポンサタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。今週の大倉くんと高橋くんは申し訳ないことに、うん、私の全国ツアーのため録音でお送りしてるんですけども、はいはい、このところ番組にメールがたくさん届いているのが、うん、ローカル遊園地の話。ああ、僕らね今すごい盛り上がってるからね。そう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 。まあそもそものきっかけは、うん、年明け一発目の生放送で、うん、私高橋仙台から、うん、二元中継ね、やらせてもらった時に、うん、まあ僕が子供の頃に行ってた仙台の遊園地、うん、ベニーランドの話になった。ベニーランドね。そうそう。そのすぐ近くに東北放送というね、放送局があったということで。はいはいはい、はい。で、まあ、その放送の後にベニーランドを通って、ホテルまで帰らせてもらったんですけど、うん。言ってたよね。まあ夜の道だったから真っ暗すぎて、何も見えなかったの、悔しかったから、うん、まあ仙台から帰ってくる日、ちょっとしか時間なかったんだけど、僕はベニーランドに行ったんです。うん。うん、で、その話もね、させてもらいました。はいはいはい、お土産買ってきたでしょ、うん、ベニーランドで遊んできましたっていうお菓子をみんなで。そう、あと、すごく生地のいいニットキャップ、ね。キャップね。そう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 。ベースボールキャップ。そうそうそう。まあ、一通りグッズを買ってきたんです。そうですね。その中ではね、なんか CD とかも僕買ってきたりしたんですけれどもね。うん、まあ、そんな話をしたら、大倉くんにとってのベニーランドは、生駒山。生駒三条遊園地。生駒三条遊園地ですね。生駒山、そうです、そうですよね。生駒三条遊園地。うんうん、大倉くんにとっては潰れたと思っていたが、現在は対象年齢を引き下げた子供向け遊園地として営業中。よかった。うん。で、生駒三条遊園地について、今週も関西方面から熱いメールが届いている。おぉ、いいっすね。うん、大倉さんも知りたい情報ですよね、きっとね。知りたい、いっぱい、うん。千葉県で聞いてくれてるエリコさん、33歳女性の方。最近の放送で、生駒三条遊園地の話が出ていたので思わずメールしました。うん。私の実家が大阪の、これ何、寝屋川っていうの？寝屋川市というところにあり、生駒三条遊園地まで車で30分ほどで行けるので、うん、大倉くんと同様、子供の頃によく連れて行ってもらっていました。お、中学生くらいに行ったきり、しばらく行っていなかったのですが、うん、昨年の夏に帰省した際、子供を連れておよそ20年ぶりに行ってきました。わ、当日はキャラクターショーが行われていたこともあってか、うんうんうん、園内は家族連れや野球少年チームの子供たちでそこそこ賑わっていました。お、車で行ったんですが、生駒山の登山口から、うん、遊園地までの通行料が720円、うん、駐車料金が1200円かかりました。うん、駐車場からは歩いて入り口まで行くこともできますが、かなり長い階段を登らなければならず、階段の隣にあるスキー場のリフトのような乗り物に乗って入り口まで行く人が多いです、うんうんうん、もちろんその乗り物の利用料金もかかります。入場料が無料なので、これらの料金が入場料のような扱いなのかもしれないですね、うんうんうん、冬の間は冬季休業しているようですが、うん、夏休み期間中にはナイター営業もしているので、今でも夜になると山の上が光っているのを見ることができます。お、大倉くんも夏の夜には生駒山を見る機会があればぜひ見てみてくださいという、うん、
なるほど。メッセージ。すごいちゃんと事細かに書いてくれてるね。ねえ、どうなってんだろうとか言ってたから。うん、今の現状どうなってるか全部教えてくれたの、この人。うん、詳しく。うん。夏はナイター営業もやってるから夜も光ってるってことね。だからカップル向けなのかな。うん。で、ってことはこの時期はやっぱり冬は暗いんだよね、多分ね。そういうことですよね。冬だもんね。うん。でもまあそういう、あ、今は休業中だという、ね。あれ？寒いから？寒いからなんじゃない？寒いから来ないのか、人が。日中もやってないのかな、じゃあ。うん。駒山城遊園地。どうなってんの？ベニーランドのやつや。やってた？そう。ただ俺が行った日、お化け屋敷が今日で最終日ですって言ってた。あ、言ってたよね、それ。そうそう。いや、だって冬にさ、営業してないってさ、うん、大丈夫？生駒山城、うん、そうだよね。まだ冬休みも終わったしなっていうか、でも休みかかわらずやってないのか、冬。山の上やから寒いのかな？雪降るわけでもないよね、うん、関西だったらね。お、まだメールが来ている。今度は仙台市。みゆきさん33歳。うん。番組の中で地元仙台のベニーランドの話題がめちゃくちゃ取り上げられててすごく嬉しかったです。ね。ゆうくんが行った時はちょうど入園料が無料の日だったみたいで、1月10日からは冬季休業に入ったそうです。うん、あ、マジか。通常は入園料があるみたいですよ。やっぱり、あれそうなんだ。やっぱりなんかそういうの あるんだ。そっか。あ、だ、多分このベニーランドの方のこの営業の仕方としてはやっぱり冬休み狙いだったんじゃない？要は。あ、そういうことか。学生、小学生とかね、冬休みだったらちょっと遊びに行こうか、とかっていうことで行く。そうか。ただまあ僕が行った時は、うん、まあ、あんまり周りにやっぱり人は見当たらなかったけれども。だから、うん、やっぱり、どこの遊園地も今結構ね、うん、大変なんですよ、うん。大変なんだろうね。地方は特にね。そうだね。みんな都会の大きいところに行っちゃいますから。うん。でも僕にとっては、ディズニーランドだったから、やっぱり。ベニーランドが。ベニーランドがディズニーランド、ね、ちょっと、ね、ややこしいな、それ。ディズニーランド中にまでそう信じてたからさ。まあね。だからまあ、ね、その元気出してってほしいなとは思うんだけど。いや、もう元気だってほしいですよ、やっぱり、うん。まだメール来てますよ。うん、ラッコフェスティバル。なんでラッコ？この前、番組で流れたベニーランドの歌はやばいですね。うん、異次元に飛ばされた感じになります、だって。ラッコが反応してきた。いやいや、その感想いらねえわ、別に。ラッコ個人の感想別にいらんわ。なんか俺からしたらちょっと誇らしい気持ちだったからね。よかったら、ラッコに響いた、みたいな。ヤギヤマベニーランドのテーマソングは、うん、天地ふさこさんという方が歌われてるということだそうです。ちょっと聞くわ。改めてね、せっかくお土産で買ってきましたから、ちょっともう また聞いてみましょうか。また聞くの、じゃあ、ヤギヤマベニーランドテーマソング。はい。なんかでもいいメロディーだね。いや、聞いていただいたのは、うん、ヤギヤマベニーランドテーマソング。めちゃくちゃ丁寧に振るじゃないですか。天地ふさこさんが歌っていた。天地ふさこさんね。いやー、なんかいろんなバックグラウンドを知りたくなるね。なんで、ますか、そう、なんていうの、3番まで作ったんだろうとかさ。まあね。うん。これね、東北では、サビしか流れないんですよ。うん、うん、まあまあ。ヤン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 、ヤギ山のベニーランドがどん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 ってとこしか流れないんですよ。テレビ CM でしょ？テレビ CM。テレビ CM 出るってすごくない？もうね、みんな知ってるよ、だから東北の人は。うん。うん、これ、ヤンヤンって言っただけで、あーってなるぐらい、うん、みんな知ってるんだけど、うん、A メロとかがっちり作ってるじゃん、これちゃんと聞くと。いや、そうよね。ね、で、微妙に歌詞とか変えてるんだけどさ。いや、ちゃんと注文してるよ。ちゃんと発注してるよ。そうだよね、うん。ちゃんとした作詞作曲家の人が作ってくれたんでしょ、ベニーランドね、うん。その、もう昔な感じしたけども。いや、でもまあいいよね。なんか元気出してほしいよ、本当に。そうだね。うん、ゆうくん作ってあげたら。新しくベニーランドのテーマソング2番、うん、パート2みたいな。でもさ、やっぱこういうの作るのってすごく難しそうじゃない？いや、大変だと思うよ、ね、やっぱだってキーワードもちょっとずつ出てきてたじゃん、うん、なんかその地方ならではのね、うん、川の名前とか橋の名前とかあるみたいな、うん、そのだから大変だと思うんだけどね。で、今この日本全国でベニーランドのことをここまで話してる人多分いないと思うよ。そうかもしれないね、うん、東北の中ではいるかもしれないけど、この全国規模のこのラジオで、うん、ピンポイントでヤギヤマの話してるのは僕ぐらいかもしれない、ね、そうそう、ヤギヤマとね、生駒山城、生駒山城遊園地には歌ないんですか？いや、ないんじゃない。あ、俺だって亡くなってると思ってたぐらいもん。いやいや、今休業中だけどね。そうそうそう。歌あるかもしれない。うん。関西ではこういうローカル、うん、ないのって。ローカルの歌？うん。ローカルの歌いっぱいある。遊園地に限らずね。いっぱいある。CM でしょ？うん。CM、でもね、パッと思い出されへんのよな。秋田も結構あるんだよな。僕は秋田のさ、うん。金満っていうさ、甘いお菓子があるんですけど、うん、これは、ね、スタジオ内ご存知？誰も知らない？
これ多分ラジオ聞いてる人たちもね、多分秋田の人しか反応しないかもしんないんだけど、うんうんうん、秋田の人はみんな知ってる金満の CM があるんです。金満？うん。いや、もうね、なんかメロディーじゃないんですよ。もうもはや、なんかラップなの。なんかちょっと、なんかジャマイカな感じなのよ、ね。うん。うん。あのね、リコリコハンメマハンコハンコハンメマみたいな。リコ、おいしいって、リコっておいしいって意味なんだけど、どっかの言葉で。全然知らん。いや、秋田でしか流れない。あ、そうか、そうか。いや、俺ね、あったわ、いっぱい。何あった？ね、まず、花店中古車センターって知らん？知らん。知らん。それ CM。あとね、あと、奈良健康ランドやったっけな結構あんのよ。俺はでも今関西の人たち反応してんじゃないみんな。いやあーってなってんじゃないいや、めっちゃある。うん、あと、うわーちょっと待って。うん、全然、竹本ピアノも全国的よね。竹本ピアノ竹本ピアノ別に。歌があるね。竹本、東京でも流れてるか。そう。うん、いや、何やったかな俺も今ちょっと調べてみちゃった。いや、絶対にね、大阪人が、うん、歌えるやつ、全然知らんの？知らん。奈良健康ランド。あれだ、花店中古車センターやろ。俺、この間ちょっとびっくりしたんだけどさ、うん、あれ、俺逆に、うん、ヤンボー、マーボー、天気予報ってあったじゃん。うんうん、俺、あれ、秋田だけかと思ってた。あれ全国なんだ。全国じゃない？うん。だってあれ、ヤンマーってさ、うん、あれでしょ、農業の機械でしょ。ああ、そうね。そう。で、秋田小町が秋田にはあるからさ、うん、あれ秋田フィーチャーの CM だと思ってたら、うん、この間なんかツアーの打ち上げで、うん、俺以外のメンバーがみんなそれ歌ったんだよね、急に。うんうんうん、そう。それで、あ、なんでこの人たち知ってんだろうと思って。全国的じゃない？あ、そうなんだ、ね。うん。あと、もう一つあったわ。うん、朝日美容外科って知ってる？それは知ってる。あれ？これはやってんの？それ全国？あれ、うん、ああ。あ、共立美容外科か、こっち。メロディライン一緒だったね、今なんか。あれ、そうやったと思うねんけどな。うん、あれ、俺ちょっとなんかいっぱいあったはずやのに、全然忘れちゃったわ。いや、こういう急に今ね、なんか何あるって言われたら思い出せないよね。うん、そうなのよ。うん、俺も今ちょっと見てる。めっちゃ知りたい。うん、あ、というわけで、うん、番組では引き続き、うん、地方の遊園地もしくは、地方のローカル CM に関するメール待ってます。あ、そうね、はい。番組のメールアドレスは、うん、ot@allnightnippon.com。はい。ot@allnightnippon.com。そうね。今、俺、言っちゃった。大倉さん今、必死でそれを調べてくれてるから。いや、カニ道楽とかは、やってる、うん、やってる？カニ道楽どんな？トレトレピーチピチカニ料理。知らない。知らない。嘘やそうか、やっぱローカルなんや。関西なんだよな。知ってるよ。でもカニ道楽は東京にもできたのか。あるよね。あるのか。カニ道楽は。CM やってたよ。カニ道楽って関西から来てるものなのあれは。そうよ。なんだろう、象徴的な。いやいや、あるカニのやつ。カニのやつ。いや、北海道にもあるよね。あるんや。北海道、でもね、カニ本家とかさ、うん。いろいろちょっとずつ違うんだよね。だから。ちょっと、ごめん、こんなに盛り上がってるけど、うん、ちょっと、新曲抱え出しちゃったわ。また、ね、また話そう。そうですね。だから今、またメール募集してますから、皆さんからも聞いていきましょう。はい、それでは、関ジャニ∞の新曲、関ジャニ∞の新曲、殴り書きビート。日本サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。オールナイト日本サタデースペシャル、大倉くんと高橋くん。東京有楽町日本放送キーステーションに全国34局ネットでお送りしました。さあ、今週は録音でお送りしてきた大倉くんと高橋くん、はいはい、エンディングに僕たちからのお知らせでございます、はい、まず大倉から、はい、関ジャニ∞の2017年第1弾シングル、今聴いていただいていた殴り書きビートが現在発売中です。そして僕大倉忠義の主演映画じゃないですね、僕大倉忠義の出演映画シップロードですが、栃木県のモピアホールでは2月10日からスタート。おー、で千葉県野田市のイオンスペースシネマ野田と宮崎県延岡市の延岡シネマでは2月11日から上映が始まります。
なんかズレがあるんですね。まだまだ見に行けるということで、お近くの方でぜひよろしくお願いいたします。はい、以上でございます。高橋からは、はい、本日聞いていただきました映画クレヨンしんちゃん襲来宇宙人シリリの主題歌ロードムービーを収録したニューシングルが4月12日にリリースとなります。通常版、DVD が付く期間生産限定版、そしてクレヨンしんちゃん版の3仕様で現在各 CD ショップにて予約受付中です。そして引き続き全国ホール&アリーナツアー2016-2017岸方行く末が開催中です。4月1日2日の横浜アリーナ、4月16日の大阪城ホール公演では皆様からの楽曲リクエスト企画を実施中です。ぜひ投票してライブ会場に遊びに来てくださいということでございました。なるほど、はい、収録でお送りしましたけど、うん、小倉さんどうですか。この後は生放送ありますけど、いやいや、この後30分後に生放送なんです。1月の28日分の1週間前の生放送が始まる。生放送が始まる。わけがわからん、わけわからん、わけわからんすぎてスタッフの今の会話もわけわからんかったね。なぜわからんかった。疾風ロンドいつ見に行こうかっつって、うん、いや1月の27日にやってみたいだよって、うん、石川さんそれ昨日ですよって会話がもうみんなもう時系列めちゃくちゃになっちゃった。そうです見に行ってくださいよ。まだ見に行けるんでしょ。だってね、関東圏もありましたね。今千葉とかあったでしょ。いやいや、ね、もし DVD になったりしたら皆さんにお配りするのでぜひ見ていただきたいと思います。いやいや、映画館で 見た方がいいですよ。あれですもんね。いや、もう忙しい方たちなんでもうしょうがないです。僕だって忙しいのか見に行ったんですよ。いやいや、見に行ってくれたよね。僕は見に来ましたよ。いや、もうただね、なんかスタッフが何か、うん、あの新しいことをするってなった時は、うん、僕はもう協力しませんけど。ほらほら、悪質が生まれてきてるじゃないか。みんなでシップロンド見に行こうよ。ねえ、いやいや、だから、まあ、まだこの冬の時期に見てほしいですね。やっぱ僕、ね、映画好きとしては映画の話の好きだから、うん、見た人からの感想とか読みたいしさ。いや、そうね。そうですよ、うん、だって番組の前にスタッフとも喋りたいよ。いや、まあでもシーンが良かったねとか、ムロツヨシさんが良かったねだとかさ、うんうんうん、大島優子さんとね、大倉さんとのこう兼ね合いがいいんですよ、また、うんうん、いや、だからね、こうそうやってこうもう言っていただけるような映像を、うん、僕もどんどん残していきたいと思う、うん、どんな締めやこれ。頑張りますよ。大倉さんから、はい、心強い言葉いただいたところで、はい、また来週とか、はいはい、来週は生放送です。わかりましたよ。はい、おやすみなさい。はい、良い週末を。はい。